こえるか、X。 目標が有効射程に入り次第すぐに叩け。突撃開始。行くぞ、確保するクマ。あの攻撃を食らって何ともないのか。来るぞ。そう、奴の足を止める。ゼロ、そちらから目標のメインジェネレーターを確認できるか。ヤツの動きが速くて近づけません。なんでパワーだ。大将、ヤツのパワーは想定以上です。援護に回ります。あの時はシングマ隊長がいたから良かったようなものの、あそこで倒しておかなかったらどこまで被害が広がったか。 X、 メカニロイドに捕まったのは俺のミスだ。それに隊長はちゃんと急所を外して狙ってくれたよ。はい、了解しました。X。 はい、シグマ隊長。お前の射撃能力なら私と同じようにジェネレーターを撃つことができたはずだ。盾にされた仲間の急所を外せない可能性がほんの数パーセントあった。
違うか。はい隊長、私は。いいか X、 我々イレギュラーハンターには引き金を引くのをためらってはならない時がある。あ、それが力なき者の剣となり盾となる我々の定めだ。忘れるな。シグマ隊長、損害状況の確認が終わったものから撤収。はい。メカニロイドのイレギュラー今月で7件目だな。隊長はその件で牽引しに。ああそうらしい。イレギュラーか。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。プログラムのエラー、電子頭脳の故障、俺たちレプリロイドの高度な情報処理能力のいわばツケだな。ババだ。大方また揉め事でも起こしたんだろう。同じハンターでも X みたいにいつまでも甘いやつもいれば、ババのようにイレギュラースレスレのやつもいるってことだ。最近騒がしいようだな。はい、ケイン博士。イレギュラーによる犯罪は増加傾向にあり、大型メカニロイドの暴走も数件発生しています。 X はどうしている。状況分析、戦闘能力ともに極めて高いレベルにありますが、時に悩み判断を遅らせるところがあります。悩むか。まさしくそれこそが X 最大の特性なのだ。シグマよ、お前は悩むことがあるまい。かつて私は封印されていたロボット X を見つけ出し、その設計思想を利用してお前たちレプリロイドを生み出した。レプリロイドは人間と同じように考え行動することができる。深く思い悩むレプリロイドは X だけだ。それは一つの可能性なのだが。悩むことが可能性、欠陥ではなく普通はそうだなシグマ。だが思い悩むことがこれまでにない新しいロボットと人類の関係を生み出すのかもしれない。しかし今はまだその可能性が希望となるかそうでないのか誰にもわからないのだ。私はそれを見届けたいとこうやって延命してきたが、間に合わんのかもしれんな。5% もミスっちまったか。 95% か。大したもんじゃないかゼロ。イーグリードか。お前ミサイル基地の守備任務はどうしたんだ。自動警報装置が完成したんで守備隊は縮小されたよ。今日からまた通常のハンター業務さ。そっか。で早速メカニロイドの暴走事件で招集だ。行こうぜゼロ。解体中のビルで起きたメカニロイドの暴走ですが、コントロール系が何者かに乗っ取られていたと判明しました。中には誰も乗っていなかった。つまり遠隔操作されていた。そうです。ちょっと待てよ。メカニロイドの警戒プログラムはそう簡単にハッキングされるような防壁ではないはずだ。怖。はい、犯人はこちらの警戒体制に精通している可能性があります。で犯人はどこから操作。いくつもの衛星を経由してカモフラージュしていましたが、発信源はここ地底ヤーベル東16番地区。すぐ近くか。ふざけやがって。シグマ隊長にこのことは。
連絡済みです。 X0 のチームはこのブリーフィング終了後直ちに偵察に向かうようにとの指示です。了解。変だ、静かすぎないか。行ってみるか、X。 うん。どうした？どうだ？ダメですね。おそらくデータは全て持ち出された後でしょう。かなりの手だれだな。状況は？仲間割れですかね。メカニロイド暴走事件のすぐ後にやられたようです。うん。ゼロ、どう思う？さあ、ですがどちらにせよやったのは相当の戦闘能力を持ったやつでしょう。全て急所を一撃です。うん。仲間割れを起こした犯人の残りがハッキングデータを持って逃走中だ。イーグリード隊は周辺の捜索を開始。はい、はい、ペンギンの隊は別地区の捜索は。行くぞ。はい。イーグリード隊 A 班はポイント449へ移動。西28地区でまた暴走。待ってくれ、まだ逆探知が。さっきからやってます。イーグリード対 B 班の移動完了。はい、ハンターベース。これから向かってもらうように。またメカニロイドが暴走。場所は？はい、そんな近くで。この先には行けず。直々にこの俺を処分しようと。くそ、どうしてこんなことに。メカニロイドの暴走、俺たちを撹乱してるだけのような気もする。犯人には何か別の目的があるってことか。 X0、 緊急事態です。誘致されていた元イレギュラーハンターババが脱走しました。なんだって？最優先で現場に急行してください。了解。もう少しだ、もう少しで発信源が割り出せる。西エリアの状況は？誘致場には X0 のチームは急行中です。ゼロの指令は？隊長、シグマ隊長、シグマ隊長、どうした？おかしいの、シグマ隊長と連絡が取れないの。違うな。拘束されていたババにこれだけの攻撃力はなかった。どれも急所一撃。やったのは極めて高い判断力と戦闘力を持ったレプリロイドだ。どちらにせよやったのは相当の戦闘能力を持ったやつでしょう。全て急所一撃です。うん。じゃあババを逃がすために犯人はメカニロイドを暴走させているってことか。お、こちらゼロ。 X0、 ハッキング地点の逆探知に成功したわ。暴走メカニロイドの操作信号を発信しているのはミサイル基地です。全部隊に連絡しましたがほとんど反応が途絶えています。シグマ隊長ともずいぶん前から連絡が取れなくて。嫌な予感がしやがる。誰かいる。
動きだ。シグマ隊長。 X0、 どうやらここの警備システムを使ってコントロールしていたらしい。警備システムでカモフラージュされていたってことですか。逆探知に手間取るわけだ。シグマ隊長、司令部と連絡がつかなかったようですが。敵に気づかれたくなかったのでな、通信は切っておいた。何、通信などもはや大した意味もなかろう。シグマ隊長、ゼロ。おお、なぜ気づいた。犯人の戦闘力、あれだけのことができるレプリロイドは多くない。そして最初に急所を狙ってくると分かっていれば避けることもできた。さすがゼロと言いたいが、私を全く警戒していなかった X の甘さこそがレプリロイドとして貴重だと言わねばならんが。そう思わんかゼロ。シグマ隊長、何をするんですか。早くゼロを離してください。そうだ X、 よく狙え。私を止めたければ今すぐにゼロの体ごと私を撃ち抜くほかないぞ。どうした、撃て。どうだ X、 やはりお前はそうなのだ。ゼロ。言ったはずだ X、 引き金を引くのをためらうなと。お前が私を撃てるチャンスはあれが最後だったのだ。あ、次にこのスイッチを押すと基地の全てのミサイルが発射される。目標は我々の町だよ X。 さあどうする。町をかけて私を撃ってみるか、できなければ武装解除してもらおうか。なぜだ、何のためにこんな。我々のためだ X、我々レプリロイドの可能性を真に試すためだ。全て仕組んだのか。メカニロイドを暴走させ罪のない者を、仲間たちを次々に殺して。賛同してくれた連中もいる。 X、 犠牲のない進化などない。目標軌道を計算。人が生み出し人を超える可能性を持つもの、レプリロイド。ミサイル到達まで46秒。目標はシティアーベン。人の傲慢、いや X、 全てお前自身が招いたことなのだ。無限の可能性と危険、そのどちらも備えたお前が。これで終わりか X。違うだろう、ここから始めるのだ、我々の世界を。あなたは。わしはトーマス・ライト、お前の生みの親だよ X。 X、 それが私の。
な、ま、え。X。そう。無限の可能性を意味する名前だ。お前は自分で考え行動する新しいタイプのロボットになるんだよ。どうしました、博士。お疲れの様子ですが。X、お前は本当に人間と同じようだな。だがそれだけに、お前のような極めて自分たちに近いものを受け入れるには、人類はまだ幼すぎるのかもしれん。人は、お前の無限の進化の可能性を危険に感じるかもしれない。X という名には危険という意味もあるのだ。すまない X、 お前を世の中に出してやるには時間が足りなかった。ライト博士、わしはお前に考え悩み、そして進化を戦い取る力を与えた。だがそれをまだ解放するわけにはいかないのだ。博士、私はこの力を正しいことのために使います。希望のために。ああ、もちろんわしもそう信じている。 X、 お前がその正しい心を持ち続けるということ、未来の人々が、世界がそう願うこと。博士、さらばだ X、 わしの世界の希望を。そうだ、これがお前の力、お前のレプリロイドの可能性なのだ。始めようではないか。レプリロイドの可能性をかけた戦いをな。